はい、新しい買い物のサイクル、水曜日になったので朝からラルフスに行きました。狙っていくのは10時です。今回ですね、ちょっといつもと違うことをしてみました。まず節約からいくと65ドル80セントの節約です。これには見切り品は含まれていません。で、今日のレシートこんな感じなんですね。で、こんな感じでデジタルクーポンとか紙のクーポンなどを駆使して、合計は95ドル80セントでした。で、ここに FS フードスタンプって書いてありますよね。これはですね、下の子が K-12、幼稚園から12年生までコロナ中義務教育に在籍していたので、州がフードスタンプ EBT って言うんですけど、120ドルくれました。それをちょっと使ってみました。食べ物にしか使えないので、食べ物の84ドル30セントにこれを使って、トイレットペーパーは食べられない、基本食べられないですよね。なので、そのトイレットペーパーの11ドル50だけ自分で支払っています。なので、今回の買い物、自分の懐から出たのは11ドル50セントだけでした。Thank you.